下校小学校一年生の時の体験です私の家は学校から1.5キロほど離れていました横浜に住んでいまして家の近所に別の学校があったのですが決められていた区分の境目に家があってその学校よりも遠くにある学校に通っていました 1.5キロというのは小学生低学年にとってはなかなか遠かったという記憶があります不思議なことが起きたのは夏休みに入る最後の登校日のことですもともと常勤あるよう家が遠くて帰るのが大変だったのですがさらに休み前は お道具箱を持って帰宅しなくてはなりませんでした。ですので、文具が入ったお道具箱を持ちながらですとかなりの負担になりました。まず不思議だったのが誰とも帰らなかったことです。そこまで不思議には思われないかもしれませんが、低学年では、 近所の子たちと帰るようにと学校には言われていました。曖昧な記憶ですが、いつも一緒だった子たちが、学校の裏にあるヘチマの水をあげるとかの理由で行ってしまい、私はついて行かずに門のあたりで待っていました。いくら待っても友人は来ませんし、 夏休みに入って早く帰りたかったので、私は一人で帰ることにしました。次に不思議だったのが、車はおろか、誰とも人に会わなかったのです。基本的には安全のため、人通りが多い道が峠港のルートになっていましたので、この日以外に、 誰にも会わないということはありませんでした。強い日差しの中、お道具箱の入った手先を持って帰るのが本当に辛くて、お道具箱を道に置いて、バス停のベンチで休憩していたんです。すると、少し目を離した隙に、お道具箱が消えてなくなっていたのです。 私は、ラッキーと思ったくらいで、あまり不思議には思わず、軽くなった足取りで家に帰りました。家に着くと、泣いている親に叱られました。親の泣いている姿を初めて見て、とても動揺しました。そして、消えたはずのお道具箱が、 リビングに置いてあったのです。聞くところによると、あまりに帰りが遅い私を心配して、学校に電話をしたが、もう帰ったと聞かされ、またいつも一緒に帰っている友達の親に電話したら、その子たちはもう帰宅していたと言われ、私を探したそうです。 そして、学校の途中のバス停で、私の手先のみを見つけて、家に持ち帰ったとのこと。もちろん私は、帰宅途中に親には会いませんでした。警察に捜索を依頼して、少し経った頃に、私が平然と帰宅してきたようです。 時計を見ると、学校がお昼の十二時頃に終わったのに、すでに十六時になっていました。感覚的に、四時間も帰宅にかかったとは思えませんでしたし、待っても来ない友人。道中、誰にも人には出会わなかったこと。手下げの件。 これらを考えても、もしかしたら、別の空間にいたように感じました。